2023年、日本中を熱くしたメジャーリーガー大谷翔平。2024年からは山本由伸をはじめとする日本人選手が新たにメジャーに挑戦。また大谷のように活躍が期待されています。しかし、活躍する選手がいる一方で、挑戦はしたものの残念な結果に終わった選手たちもいました。そして中にはメジャーに挑戦したことすら忘れ去られた選手がいることも。今回はそんなもう誰も覚えていないメジャーに挑戦した日本人選手をご紹介していきます。皆さんも印象的なメジャーに挑戦した日本人選手がいればぜひコメント欄で教えてください。村田徹。村田は2007年ドラフト1位で巨人に入団。背番号は36で、これは原辰徳監督のエースナンバーである半分の18を目指せという期待が込められていました。しかし、3年間で一軍登板はなく戦力外通告を受けます。トライアウトを受けていた村田は2010年12月に現在のガーディアンズの前身であるインディアンスのスカウトの目に留まり、マイナー契約を結びました。その後、数年間はマイナーリーグで過ごしましたが、徐々に実績を積みます。2015年は6月22日までに 3A で13先発を含む14試合で5勝3敗、防御率 2.79 の成績を残すと、ついにメジャーデビューとなりました。6月28日のダブルヘッダー第2試合で先発登板した村田は、3回3分の1を投げ、被安打4、失点5、自責点3で敗戦投手になり、マイナーへ再降格。村田はこの日の試合を、初球を投げる前は感極まるものはあったけど、感極まってる場合じゃないだろうと自分で逆に問いかけた、と振り返っています。負け投手となりましたが、日本に戻らなくていいと思って全てを捨ててきた、これで終わったらダメ、と前を向いていました。しかし、メジャー再昇格は果たせず、2016年に自由契約、2017年からは NPB に復帰して日本ハムと契約した村田。日本ハムでは5年間で8勝を挙げましたが、2021年に退団。退団後はドイツやオーストラリアなどの海外リーグで現在も野球を続けています。中後雄平。中後は2011年にドラフト2位でロッテに入団した左腕。千手観音投法とも呼ばれるスリークォーターやサイドスローなど腕の位置を多彩に使い分ける変則投手として注目を集めました。1年目の2012年から中継ぎとして27試合に登板し2勝5ホールドを挙げましたが制球に苦しみ防御率は 4.87。2013年と2014年は故障もあり5試合ずつの登板にとどまると2015年は一軍登板なしに終わり、オフに戦力外通告を受けました。トライアウトにも臨みましたが、3四死球と課題の制球難を露呈する結果に終わります。しかし、中後はテレビ番組、プロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちに取り上げられていたことで、メジャーのスカウトの目に留まり、ブルペンで140キロ台中盤のストレートと、決め球のスライダーを披露。独特の投球フォームも気に入られた中後は2016年3月にダイヤモンドバックスとマイナー契約を結びました。2017年には 2A と 3A の公式戦で日米を通じて初の50試合登板を記録し防御率 2.53 の好成績を残します。首脳陣からもメジャー昇格まであと少しのレベルまで来ていると評価を受けましたが、メジャー昇格はならず、2018年に日本に帰国。帰国後は横浜 DeNA の入団テストを経て入団。2年間で12試合登板しましたが、2019年限りでユニフォームを脱ぎました。入木優作。入木は巨人に逆指名で入団すると、1年目の1997年から、主に中継ぎで57試合登板とフル回転。しかし、その後数年間は目立った活躍ができません。転機は2001年、キャンプから投球動作に関するトレーニングを行うと、下から上に浮き上がるライジングボールの威力が増し、
同僚のバルビーノ・ガルベスから教わったチェンジアップで投球に緩急をつけられるようになったことで投球の幅が広がります。すると4月12日の中日戦で9回途中1失点の好投を見せ、約2年ぶりの白星を手にしました。5月には初完封勝利を記録するとオールスターにも出場、最終的に13勝と最多勝まであと1勝の活躍を見せています。また当時は最高勝率のタイトルがありませんでしたが、勝率7割6分5厘はセリーグ投手陣で1位の記録でした。2003年オフにはトレードで日本ハムへ移籍し、2005年には6勝7敗、防御率 3.35 の記録を残します。すると、そのオフにメジャー挑戦を表明し、メッツとメジャー契約を結びました。しかし、キャンプで結果を残せずマイナー降格となると、4月28日には、使っていたサプリメントが禁止薬物に当たるとして、50試合の出場停止処分を受けてしまいます。最終的に 3A で19試合に登板し、4勝8敗、防御率 4.70 に終わりました。2007年にはブルージェイズ傘下のチームとマイナー契約しましたが、結局メジャー昇格は果たせず日本へ帰国。2008年にテスト入団した横浜 DeNA で3試合に投げましたが、オフに戦力外通告を受け、現役を引退しました。野村貴人。野村はオリックスに所属し、左のリリーフとして活躍した選手です。野村は2年目の1992年に一軍初登板を果たし、27試合に登板しました。1993年には36試合で3勝3敗8セーブ、防御率 1.53 と好成績を残します。1995年には勝ちパターンの一角として37試合に登板し、防御率 0.98 の活躍でチームのリーグ優勝に大きく貢献しました。翌1996年にも54試合に登板し日本一に貢献すると、1997年にも52試合の登板を記録しています。しかし1998年の開幕前に巨人でトレードに移籍すると成績が低迷し、2001年オフには自由契約となりメジャーに挑戦。2002年にメジャーの入団テストを受けると、ブルワーズが獲得を表明し契約します。野村は開幕ロースターを勝ち取ると、開幕2戦目にメジャー初登板。この日は三者凡退に仕留めた野村でしたが、その後は打ち込まれる日が目立ち始め、5月にマイナーへ降格しました。最終的にメジャーでは21試合で0勝0敗2ホールド。防御率 8.56 の成績を残し、日本に帰国しています。帰国後は日本ハムで1年間プレーし、最後は台湾リーグで現役引退しました。高橋健。高橋は広島カープに所属した最速150キロのストレートと多彩な変化球が武器の左腕です。高橋は1年目の1995年から先発や中継ぎとして39試合で4勝4敗、防御率 3.90 の成績を残しました。以降も先発や中継ぎで登板した高橋は、1998年は41試合で3勝8敗、防御率 3.83。2000年には50試合で5勝9敗、防御率 3.93 と実績を積んでいき、2001年からは先発に転向、10勝8敗で自身初の2桁勝利とオールスター出場を経験しました。その後は故障などもありましたが、2008年に8勝5敗、防御率 3.50 の好成績を残すと、翌年のメジャー挑戦を視野に FA 権を行使。最初はブルージェイズ傘下のマイナーチームと契約しましたが、練習中にふくらはぎを痛め、2009年3月に解雇されます。しかし、その直後にメッツとマイナー契約を結ぶと、5月2日にはメジャー初登板、40歳16日でのメジャーデビューは、戦後3番目の高齢デビュー選手として記録に残っています。最終的に28試合で防御率 2.96 の成績を収めた高橋は、アメリカのスポーツ専門局 ESPN で、メッツで十分な活躍を見せたと評価されています。2010年には古巣カープに復帰、
しかし26試合で防御率 9.30 に終わると、心技体のすべてでプロのマウンドに立てる状態ではないと感じたと話し、現役を引退しています。福森和夫。福森はシュートやフォークを武器に微妙に球を変化させ打ち取るスタイルの投手です。横浜 DeNA に入団した福森は高卒3年目の1997年に25試合10先発で4勝4敗、防御率 2.90 を記録。1999年には先発として19試合に登板すると9勝を挙げました。その後は先発、中継ぎ、抑えといろいろなポジションを回りますが、徐々に中継ぎとして定着。2003年には防御率 4.50 ながら62試合に登板しました。その後は近鉄や楽天に移籍した福森。2006年には50試合で10ホールド21セーブ、防御率 2.17 と才能が大きく開花。2007年は防御率が4点台に悪化するも、34試合で4勝2敗17セーブを記録しています。そして2007年オフに海外 FA 権を行使し、レンジャーズに入団しました。キャンプでは8試合10イニングで無失点と結果を残した福森は、一時はクローザー候補に名前が挙がるほどに期待されています。開幕メジャーを勝ち取ると、2008年は3月31日にメジャーデビューを果たしましたが、2回途中3失点で降板し、マイナーへ降格。その後も打ち込まれ、4試合、防御率 20.25 でシーズンを終えます。2009年にはヘルニアの手術の影響もあり、登板なしに終わると、6月に解雇され、楽天に復帰。しかし、2010年に右肘の状態が悪化し、手術するも回復には至らず、現役を引退しています。以上、もう誰も覚えていない、メジャーに挑戦した日本人選手をご紹介してきました。誰もが成功を夢見ますが、メジャーリーグの世界は甘くないようです。それでも、挑戦する日本人はこれからも出てくることでしょう。多くの日本人選手がメジャーの舞台で活躍してほしいですよね。皆さんも印象的なメジャーに挑戦した日本人選手がいれば、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。